世界征服のためには豊富な資金が必要じゃ。そこで楽してがっつり儲けられる仕事を探している。何かそういう好条件な仕事はないかね。相当いいところがあります。いや本当かね、吉田君。また芋虫を首筋で飼育するとか妙なバイトじゃないじゃろうね。ええ、あの仕事はスズメバチを素手で捕まえる仕事よりはマシでしたけれど、案外過酷でした。しかし今回は違います。働く場所は国内有数のメーカーですよ。職場環境から業務内容、労働条件は申し分ありませんからね。今時そんなところあんのかね。それはどこじゃ。株式会社アウトソーシングですよ。株式会社アウトソーシング、なぜなに株式会社アウトソーシング。アウトソーシング社は生産アウトソーシングの会社です。生産アウトソーシングってなんじゃね。生産をアウトしたりソーシングしたり、忙しい会社ってことですよ。ますますわからんよ。しょうがないな。博士、説明お願いします。わかりやすく言うと、製造ライン業務請負や派遣業務を通じてメーカーさんと一緒になって日本のものづくりを支えているんだ。また職業紹介や再就職支援を通してメーカーさんと求職者さんとをつなぐ架け橋の役割も果たしているんだ。なるほど、製造業との深い関わりがあるわけか。まあ働くならメイドインジャパンで知られた日本のメーカーがいいからの。ちなみにどんな企業や業種が多いんじゃね。そうだな、とかとか社とか、誰もが知る国内有数の自動車メーカー、電機メーカーを筆頭に全国に多数の取引先があるんだ。いやーそうかね。それだと日本各地に多くの就業場所がありそうじゃな。鷹の爪団とかマジヤバいっすもんね。月給558円でデラックスボンバー付き、バスタオルと歯ブラシは全員共有ですからね。世界征服なんじゃから仕方ないじゃろ。それよりアウトソーシング社が優良なメーカーとお仕事しているのはよくわかった。でどれくらい美味しい仕事なんじゃね。何を言っているんですか相当。いいですか、アウトソーシング社は誰でも彼でも節操なくお仕事を紹介する会社じゃないんですよ。甘エビみたいに甘ったれた考えの甘エビボーイなんかまっぴりごめんです。まっぴらごめんじゃろ。いいですか、なぜアウトソーシング社がこんなにも国内有数のメーカーと取引があるのかわかりますか。つまりそれは働くを真剣に考えている会社だからですよ。アウトソーシング社のコーディネーターが応募者の思いを真剣に受け止めてきたこと、管理者の方も入社後のバックアップを怠らなかったことに加えて、何より生産アウトソーシングの職場で日々汗を流して頑張っているスタッフのおかげなんですよ。それらの積み重ねでみんなが評価してくれているんです。相当みたいに甘ったれた気分で挑んだらいけないんですよ。吉田君、すまん、わしは何か勘違いしていたようじゃ。いつもいつも楽して儲けよう、そのことばかり考えておった。サポートしてくれる担当さんに応えるためにも、鷹の爪どもみんなでアウトソーシング社に応募しよう。はい、鷹の爪。秘密結社の方は採用できません。ですよね。